ました。今日はあんまりお客さん来ないな。農家もいないし、話し相手もいないって少し寂しいかも。いや、でも仕事は仕事、頑張らないと。いらっしゃいませ、こちらのレジにどうぞ。540円になりますって、気づいてたなら声かけてくれればいいのに。一応働いてるところだし気を使った。今はお客さんもいないし、ちょっとだけなら大丈夫。それと一応働いてたってどういうこと。まあいいや、ちょうど誰かと話したい気分だったんだよね。来てくれてちょうどよかったかも。悩みっていうか、自分の気持ちを言葉にしたい感じかな。まあそんな大それたことじゃないんだけど、話が気になるって。そっかそっか、じゃあ特別に話してあげるって。本当は誰かに聞いてもらいたかったんだけどね。実はこの前バンドの練習がある日に急にバイトのヘルプに行くことになってさ、その日バイト終わってからすぐにみんなのところに戻ったんだけど、そこでさ、私がいないと困るってみんなから言われちゃってさ、私って意外と役に立ってたんだなって思ったんだ。うんうん、それだけじゃない、素直に嬉しかったんだ。今まで悩んでたことが吹き飛んじゃうくらいね。今まではね、私が一番演奏できてないからみんなの足を引っ張ってるんじゃないかって、自分でも分かってたからこそロゼリアのメンバーには迷惑かけないようにって、とにかく練習しようってずっと思ってたんだよ。けどみんなから私が必要って言ってもらえて、ロゼリアの役に立ってたんだなって。自分じゃそんなこと考えたこともなかった。だってクッキー焼いたり空気読んだりってそういうことを自然とやっちゃうんだよね。おせっかいって言われるかもしれないけど、誰かのために何かをしたり相手の喜ぶことを考えること自体が私好きなんだと思う。それにロゼリアのみんなで最高の演奏がしたい、そんな風に思ってたからこそみんなのことをよく見ることができたのかな。意外って思った？私って周りの雰囲気とか気になる性格なんだよね。こんな性格だからこそロゼリアの役に立ってたのかな。自分の良さって意外と自分じゃわからないもんだね。それでね、バイトが終わってすぐにスタジオに行ったんだけどさ、牛乳はこぼしてるわ、ユキナは転んでいるわで、とにかく大変なことになっててさ、すぐに手分けをして片付けたんだけど、それを片付け終わったら私のことが必要だってアコは泣きそうになりながら言ってたんだ。かわいいやつめってつい思っちゃった。リンコもね、私がいると安心するって言ってくれたんだ。いやー、そんなこと言われるとジーンとくるよね。あ、それとサヨも今後は必ず練習には参加してくださいなんて言ってくれて、意外も意外だよね。でも必要って思ってもらえたのはすごく嬉しい。それにユキナはロゼリアにはリサが必要だって言ってくれたんだ。ユキナがそんなに私のことを考えてくれてたってことに少し泣きそうになっちゃった。みんなが褒めるようなことばっかり言うからくすぐったい気分になったけど、それ以上に人に頼られるのって嬉しいじゃん。だから私はこれからもみんなに頼ってもらいたいって思ったんだ。これが今の素直な気持ち。人に話すのやっぱり恥ずかしいな。あ、全然変じゃない？そっか、真面目に聞いてくれてありがとう。私さ、ユキナのことほっとけなくてロゼリアに入ったけど、今はそれだけじゃなくてロゼリアっていうバンドが好きなんだ。ユキナが笑っていられて、リンコは少しずつ話せるようになって、サヨは前よりトゲがなくなって、アコは相変わらずいつも通りで、その全部が私大切だし、だから
これからもずっとロゼリアの一員としてみんなと一緒にいたいなって思ってる。そのためにもまずは自分にしかできないこと、みんなにもっともっと頼ってもらえるようになってロゼリアの役に立っていく。こんなこと言われても困るよね。はあ、誰かに話したかったんだ。すっきりした。話聞いてくれてありがとね。はい、じゃあこれお釣り。商品も忘れないようにしてよ。ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。それとこれからもロゼリアのサポートよろしく。